おはようございます。メッセージをありがとうございます。今日は例の感染症のことと FX のことについて返信させていただきますね。塾長の指示通り様子を見てエントリーで、利幅はそれほどでもなく、そうですね、利幅はねそれほどでもないですね。十数ピップスが、まあ、関の山だったと思います。やっぱり予測と実際のエントリーっていうのは、まあ、本当にねぴったりとすることはないんですよね。だから予測のうちの7割8割ぐらい取れたらもうそれは正解だということで、予測と全然真反対だったらこれは反省材料ということにするしかないかなと思います。で、今日はねエントリーできるかどうか分かりませんということなんですけども、今日はエントリーしない方がいいと思いますね。これはなかなか今日は難しいですよ、当てるのが。というのが、反転した後っていうのはその再反転がどこで来るか、再反転が来ないのかっていうことは本当に難しいのと、プラスですね、なんと言いますかね、利幅が今日は昨日以上に取れないんですよ。だから手数料の分だけリスクを負いますんで、私はお勧めしませんね。やっぱり私たちはトレンドにボーッとね、一方向にドバーンと進むような時にどん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 エントリーしていることによって稼いでいくということだと思います。それがもう第一歩ですよね。あとは細かいフォーメーションとか N っていうのは、結局そのトレンドの方向にドーッと傾いている時に N を書きながらっていうことなんで、その都度その都度まあ何ていうんですかね、利確をしながら再エントリーっていうことの繰り返しのきっかけとして N を使ってるだけなんですよね。ちょっと難しい話になりましたけども、基本的には同じ方向に進んでる時にずっと取っていくっていうのをやらなければなかなか勝てないです。それを第一歩にしないとね。で、考えながら様子を見ますと、今週も復習の金曜日にやっておいた方が良いですねと、土曜日は来週の予測に当てると、はい、土曜日はですねしっかりと復習をすることと、その復習の中で来週のこういう風になるんじゃないかなって仮説なんですけど、これはねおおむね妄想なんですよ。だからあんまりその当てにしない方がよろしいかと思います。あくまでね、そうトレーニングのために予測していく仮説を立てているって、これがトレーニングですから、それが当たったからどうか、外れたから